デジマート製品レビュー、今回はカージアンのビタミン C というペダルをご紹介します。今回もですね、元素記号が書かれています、C6H8O6 ということで、こちらビタミン C なんですけども、ファズペダルなんですけど、ちょっとディストーションのテイストも入っているということで、どんな音がするのか早速チェックしていきたいと思います。それでは早速チェックしていきましょう。まずバイパスと全てのつまみをセンターにした位置でのサウンドチェックです。はい、いかがでしょうか。ファズディストーションという名の通りですね、両方のテイストが感じられます。レスポンスの感じはファズで、歪みの成分としてはちょっとディストーションかなという、これは面白いポイントになってくるかと思います。ボリュームはとりあえずフィックスして、ゲインを少しいじってみましょう。ゲインは0だと音が出ません。出るんですけど少し小さい音ですね。で、2あたりからこうちゃんと使えるポイントというか、そういう音になります。これちょっとクラシックな小型アンプをこう思いっきり歪ませたような音で、この音すごくかっこいいじゃないかなと。いろんなリフで使えそうな音ですね。でこうだんだんこうセンター位置になるともう十分に歪んで、その後こうどんどん歪みが上がっていって、ここまで綺麗に動くんですけど、一番すごいのはですね、このフルテンにした時のノイズのなさですね。今ボリューム絞ってますけど、ギターのボリューム上げます。このぐらいのノイズなんですよ。どうでしょう、これヴィンテージファズだともう全然こんなにこんなゲインにしたらもうピーってなっちゃうんですけども、すごくここはチューニングが絶妙だなというふうに感じました。続いて EQ のセクションです。一応マフタイプのペダルなんですけども、面白いことにベースとトレブルが分かれて調節できるんですね。でマフタイプってどうしてもこうトーンのコントロールが微妙で、特定のポイントしか使えないとか使いづらいっていうイメージがあるかと思うんですけども、このペダルはですね、またここも非常に使いやすくチューニングされています。ベースの EQ から、調整してみたいと思います。はい、どうでしょう、こうフルにした時はさすがにこもりますけども、なんかどのポジションもこれもかっこいい音が引き出せる EQ だなと思います。続いてトレブルです。ファズの要になるトレーブルの EQ なんですけども、フルテンにした時はこうちょっとガラスが割れたようなサチュリ感が出てきます。時計3時方向ぐらいまでは全然もう程よく聞いていくんですけども、ここから先はちょっと暴れてくる感じですね。でこのトーンも非常に使いやすいと思いますので、先ほどのベース EQ とこう組み合わせてあげることで、かなり幅広いファズサウンドが作れると思います。じゃあ例えばどう使おうかっていう感じなんですけども、僕の場合だったらですね、例えばコードをしっかり聞かせたい時は当然ベースは下げ目で、トレブルはもう大体いつも2時ぐらいの方向がいいんじゃないかなと。でゲインも大体もう
2時ぐらいが使い勝手がいいポイントになってくるかと思います。ちょっとこれで弾いてみますね。でそこからちょっとこう暴れたい時はさらに弦を上げると、さらにこう今はこうコンボアンプなのでロー感がもっと欲しいなという時は当然ベースを上げていけばいいと思います。デジマツ製品レビュー、今回は、カージアンのビタミン C というファズディストーションペダルをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。まずですね、使い勝手の良さ、いわゆるヴィンテージペダルのテイストを持たせながらもすごく現代的なチューニングで仕上げてあるというところでは、非常にカージアンさんらしい、キャラクターというかを感じます。どのポジションでもやっぱり音が破綻しない、どこのポジションも使えるというのが一つのポイントになってくるかと思います。そしてローノイズであるということですね。で、元になっているのはマフ系のペダルということなんですけども、当然トーンがまずセパレート化されて、こうトレブルとベースに分かれていてとかですね、あとはこうやっぱローノイズ化でゲインをフルにしてもちゃんと使えるところ、あとはもう爆音仕様、僕今日ずっと思想ではこの大体真ん中レベル真ん中っていう感じだったんですけど、ゴッと上げるともうめちゃめちゃ音がでっかくなるんですけど、それもすごく爆音仕様というか現代的なその要望に合わせたチューニングになっているんじゃないかなというふうに思います。でですね、こだわりはいろいろあって、このまず外見はですね、この独特のラスティ仕様というか、この錆びた感じの外見と、あとやっぱりこう基板もすごくこう丁寧に作ってある印象です。マフ系ってだいたいトランジスタ4つを組み合わせてるんですけども、このペダルではですね5つになっていると。で、そういったこともその外部のインピーダンスとの、影響を受けにくくするとかですね、そういうアップデートを兼ねているというところなんですけども、うまくテイストをこう持たせながらも、もう新しいファズペダルというか、ディストーションペダルというか、そういうふうに仕上がっているのには本当使い勝手の良さを感じました。こうマニアも納得のこの基板レイアウトというか、美しい配線、所有する喜びみたいなのもあるかと思うんですけども、とにかくすごく現場で多分スタックアンプだったらスタックアンプなりのセッティングというか、ちょっとベース削ってトレブル上げてとかで、今日みたいなコンボアンプだったら逆にベースちょっと上げていけばこう音圧感出るよとか、そういったこともすごく現場の感覚でチューニングされているペダルだと思います。ファズ入門としてもいいと思うんですけども、いわゆるファズってなんか苦手なんだよねって皆さんにはぜひおすすめしたいペダルです。